皆さんこんにちは、さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。今日ご紹介する、資格検定シリーズは調剤事務管理士というものになります。以前ご紹介した介護事務管理士でも触れたんですけれども、このような感じで技能認定振興協会というところが、実施主体になります。で、介護事務と同じで、やはり調剤事務についても、ないと仕事に就けないというものではありません。ただ、調剤薬局と呼ばれる、いわゆる処方箋を受け付けて、投薬をすると、薬剤師が投薬をするという、調剤薬局で働かれる場合、レセプトと呼ばれる専門的な、単位の計算等を理解しなければなりません。また、接遇の面や、医療に対する知識、それから薬剤の点数であったりとか、そういった面を学ぶことができますので、たまに思いませんか？大きな病院と小さな病院に行ったら、同じ治療を受けても値段が違うんじゃないかとか、いろいろとこう疑問に思われると思うんですけど、私も2回、大きな手術を受けまして、入院もして、で、いろいろな制度とかを調べたりしたんですけど、根本的にそもそも医療費っていくらなんだろうとか、そういうことに疑問を感じたので、今回これを取ってみました。で、医療と福祉に関する事務で、いろんな種類があるんですけど、大まかに言うと4つ種類があります。で、1つが有名な医療事務、それから、今回の調剤薬局事務ですね。で、歯医者さんだけちょっと不思議なことに歯科助手という名前になるんですけども、歯科助手というのは名前からすると、口の中をね、患者さんの口の中に触れていいような気がするんですけれども、歯科衛生士が、それに該当しますので、歯科助手というのは、主なお仕事としては、雑務であったりとか、レセプトを作成したり受付業務をしている人ということになりますので、やはり、病院でいうところの、受付の事務の人が、歯医者さんでいうとこの歯科助手ということになると思います。それと、私が取得した介護事務になりますね。他にもメディカルクラークとか、いろいろとあるんですけれども、有名どころはその4つかなと思います。で、医療事務をお考え、取得するかお考えの方については、医療事務が、で、それでなおかつ難しいと、ちょっと始めてみたけど難しいと感じられている方については、歯科助手と調剤薬局事務、調剤事務管理士を先に取得してみるのも一つの方法かなと思います。医療事務だと全てを網羅しなければならないですけど、歯科の部分、それからその調剤事務を勉強しておくことによって、医療事務と被る分野があるんですね。その部分についてあらかじめ知識があれば、受けることも簡単になってくると思うので、いいんじゃないかなと思いますし、またこういった事務系のことを勉強すると、その単位とかレセプトといった表現に馴染んでいきますので、スタートラインが少し進んだところからスタートできるんじゃないかなと思います。余裕があれば歯科助手と医療事務については、受けることを検討はしていますけれども、ちょっと今挑戦しているものが私にとっては大きなものになるので、それ次第で、あとは病気の体調次第でそれに挑戦していくかは決めていきたいと思っています。で、これについても介護事務と同じで、持ってないと働けないわけではないんですが、その専門知識がないとそもそも役に立たないので、持っていれば就職に役に立つというものではなくて、この知識がないと仕事に就くことができないよっていうふうな感じで思っていればいいかなと思います。
でまた主催している団体は、今回は私は技能認定振興協会というところで取得をしましたけれども、民間の資格になりますので、いろいろな、ね、名前が違う、似たような資格がありますので、まあ、費用とか、それから通いやすさ、あるいは通信とか、まあ、勉強のしやすさだったり、そういった点で、取得を目指されている方はお選びいただければいいのかなと思います。ちなみにこちらについても、奇数月に試験は実施されていて、で、テキスト等を、当日持ち込んで良いです。で、問題について調べて、学科と実技の試験があります。で、私はユーキャンで、講座を取得したので、在宅試験で受けて、こちらも合格したということになります。なので、ユーキャンの修了の、証明書と、あと、調剤事務管理士という技能認定振興協会が、発行している、今回は合格証を皆さんに、ご紹介をさせていただきました。はい、今回は、調剤薬局事務で働く時の、まあ、必須資格といいますか、調剤事務管理士についてのご紹介でした。本日もご視聴ありがとうございます。